この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。チャンネル風来坊の間です。今回の動画ではモルックの、個人練習です。今回の練習はですね、ピッチングの練習です。今回はこのスタート地点から、これピッチングのとこから、ですね、こちらの列までは350センチ取ってます。そして各60センチの間隔空けました。こっち縦横も全部60センチの間隔空けてます。ちょっとずれちゃってたらごめんなさい。これですね、全部投げるまで終わりないしっていう、ある意味サドンデスなピッチング練習したいと思います。よし、これ終わるたびにね、片付けてきます。だから本当ある意味サドンです。本当にはい、2本目も成功しました。はい、3連続成功。はい、4連続成功。はい、ついに失敗。はい、2連続失敗。3回目失敗、これまた3連続失敗したらこれで終わりに、強制終わりにします。
はい、ダブル来ました。もうこっからね、もうこっから一つずつ倒したいと思います。まるで西部機の射撃みたいな感じ、切りたいと思います。成功。あと5分。失敗。これであと3分の2終わりました。あと2本です。はい、こちらで、残り2本。さあ、次15投目。これ16、17って書いてますけど、
どんぐらいかかるか分かんないから適当に書いてます。カウントを書いたらそれなんで、あ、こんなこと言ったらフラグになったかもしれない。やべえ、いよいよこれ16投目になりますが、これ最後の一投したいと思います。はい、折れました。いや、結構長引きましたね。シューティング、ピッチング練習台は結構と時間食いました。でもこれまた練習になったと思いますし、こういうのがね、向上、精度アップにもなると思います。思ったより時間かかったな。3回連続ミスったらそれで終わりっていう、もうちょっとプレッシャーになったんじゃないかなと思います。いや、本当よかったよかった、なんとか終わらせてよかった。結構ねスリリーありますよこれ。これ対戦とかではね、ミスったらそれで終わりとか、あえてトランプのカード引いてそこで打ってこれを狙いみたいな感じで決めちゃうのも面白いんじゃないかなと思ったりします。こんな感じでモルッケの動画も今後もアップしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価を押していただいたら嬉しいです。それでは。